皆さんこんにちは、フットボールチャンネルの F ちゃん TV MC の小島真子です。さあ8月ももう終わりということで、学生の皆さんはね、切ない思いに打ちひしがれてるんじゃないかなと思いますがですね、サッカーではヨーロッパで新シーズンが始まり、日本代表戦も行われたりと楽しい時期がやってきました。この番組をご覧の皆さんも新たなサッカーシーズンを一緒に楽しみましょう。それでは今週も始まります、 F ちゃん TV。それではここからはゲストコメンテーターの方と共にお送りしていきます。今回のゲストは2回目の登場となります、平畑啓二さんです。よろしくお願いします。こんにちは、お願いします。お願いします。もう今日はもう駅から一直線で来れましたねありがとうございます。前はちょっと迷いましたね あの最後のちょっと曲がるところとここかいっていうのがあるじゃないですかね、あのここかい難しいですね。気づくとありますよね、あのここかいっていうのね、通り過ぎがちですけど今回はもうここかいにまっすぐ来れましたからよかったよかったですよ本当に。はい、ではですね、まずは週末に行われた J1 セカンドステージ第10節の結果から見ていきましょう。はい、じゃん、こちらになります。今節はですね、上位勢がかなり苦戦を強いられる結果となりました、うん、そうですね。まずは前節では浦和レッズとのアウェイでの首位決戦を制した川崎フロンターレなんですが、うん、今節はホームで柏レイソルに2対5で、うん、敗れています、はい、昨シーズンまでは守備に不安を抱えていた川崎なんですが、うん、今シーズンはここまで非常に安定していたので、うん、この5失点は予想外だったんじゃないでしょうかという結果ですね。確かにこれはびっくりしましたね、うん、5失点。結構試合始まってもすぐにどんどんこう点を取られたので、うん、3分とか、そう5分とか、そういう展開になりますかという、うん、感じでしたけど、でも実はその柏レイソルも、はい、ここ最近攻撃陣がすごく良くて、うんうんうん、特に前線の3人ですね、ディエゴ・オリベイラ選手、うん、クリスティアーノ選手、伊東純也選手、この3人がもう面白い。ここにちょっとまた注目していただければ、だから、セカンドステージこの攻撃陣は面白いんじゃないかなと。そうですね。さあ続いてはですね、前節の敗戦から立て直しを図りたい浦和レッズだったんですが、うん、はい、今節はアウェイでヴィッセル神戸に1対2で敗れて連敗となってしまいました、うん、神戸はですね、浦和と同じ 3-4-2-1 のシステムで挑むなど非常にうまい戦い方を見せた一方で、浦和はミスが多く出てしまったんですかね。僕はヴィッセル神戸の監督はネルシーニョ監督という、はい、まあ、日本のクラブでいろんなクラブで監督をされている方ですけども、はい、この方は僕は足つぼマッサージのすごい人みたいな感じに思ってるわけですよどういう、それはこれね、どういうことかと言いますとね、はい、例えばめちゃめちゃ肩凝るとするじゃないですか、はい、でまあ、普通のまあいろんな、ね、マッサージ屋さんあるでしょ、はいはい、僕肩凝ってるんです言うてこう揉んでもらいます、うん、ちょっとこう治ると、はい、あ、なんか楽になりましたと、うん、でもまた 2,3 日したらまた肩凝るなと、でここでネルシーニョ先生のところに行くわけですよ。先生お願いしますと、はい、先生ギュー押すわけですよ痛い痛い先生痛い、ここ肩でしょって言うたら、肩凝ってるねと、はいはい、でも先生がまた押しますと、はい、ちょっと先生そこめちゃくちゃ痛いですね、先生そこどこですかと、これ君目だねと、はい、だから目が実は眼精疲労で疲れてて肩凝ってたんやなっていうのが、はいはいはい、だからただ肩凝ってるだけじゃなくて原因が実はその違うところにあって、内側のだからそこを直さないと肩こりが治らない、はい、この先生もそこまで分かるわけですよ、はい、うん、だから相手チームの、例えば相手チームにすごいフォワードの選手がいて、はい、いかにしてこの選手を抑えるかという時に、普通に考えたらこのすごいフォワードの選手すごいディフェンス当てるっていうのを考えるじゃないですか、はい、普通はそうですね。でもこの先生は、うん、この前のパス出るところを抑えたら、はいはいはい、ここに出ないんじゃない、はいはい、ほうほうほう、まあ、普通の監督はそこまで分かってても、じゃあもっとこのパス出す人の右足が得意だから左足で蹴らすように持っていったらいいんじゃない、はいはいはい、でパスがずれるんじゃないとか、そのもう先の先を押さえてしまう。だから肩こりを治すんじゃなくて目を治すと、はい、だから目を治したら肩こり治りましたみたいな、はい、全部いい方に行きましたみたいな、おそういう監督さんなんですよ。
これ今の説明ちょっと分かりやすかったでしょ。はい。でもなんだし凄さは分かったでしょ。分かりました。はいはいはい。凄さ分かったでしょ。最初のよりは後半の説明の方が。うせやん。そう、からこいの下りなかった。まあでも、覚えててください。ビッセル神戸の監督は足つぼマッサージの人だなって覚えてて、はい、分かりました。はい。ありがとうございます。そうですね、この浦和レッズとヴィッセル神戸はですね、うん、ルヴァンカップの準々決勝でも対戦するため、はい、今回から3連戦ということになります。うん、同じチームと3試合連続で対戦するのはやっぱり難しいでしょ。やっぱり同じところでライブするよりちょっとこう変わった方が良くないですか。そうですね、盛り上がりとかやっぱ新鮮味もありますし、あるでしょ。 3 days みたいになるとよりもちょっとこう、うん、移動した方がね。で、あの浦和レッズはもう今度また神戸で今度の試合もあるんですよ、はい、8月31日、はい、浦和レッズの選手はあの浦和に戻らずに神戸にずっと残ってそのまままたゲームをするという、はい、そうだそうで、まあ、逆にこのアウェー2連戦っていうのもやっぱり一回家帰りたくないですか。そうですね。そんなことないですか。いやでも一回家帰りたいです。どう、ずっとライブがこう続くのと出っ放しなのと一回ちょっと家帰るのどっちがいいですか。一回家帰ります。帰りたい派。気持ちは帰りたいですね。でもまあ仕事やから、はい、しょうがないけど、はい、でもどっちかって でも帰ったら一番ちょっとリラックス。そうですよ ね、 ふっとね、やっぱホームっていう。いやそれはだからホームっていうのはすごく大事なんですよ、サッカーって。そういうのは神戸の選手はやっぱりね、練習終わって、ね、ホームですもんね。奥さんと喋ったりとか、はい、犬こう可愛がったりとかリラックスできるわけですよ。はい、裏の選手は子供の顔見たいなって言ってもちょっと見れないわけでしょ。確かに犬もいない。犬もいない。さすがに遠征さんに犬連れていくっていうのもね、これちょっと ね、 そうですね、あの選手なんやねんとなるじゃないですか。そうですね。だからまあこれはね、こういう連戦では大変なんですけど、でもそこでまたこう裏は勝たないとという。そう、大事ですもんね。大事ですからね。そしてですね、年間順位3位の鹿島アントラーズなんですが、はい、アウェーで横浜 F マリノスと対戦して2対2の引き分けに終わりました。うん、鹿島といえばファーストステージ王者でもあるんですが、うん、石井正忠監督が辛労による体調不良を理由にベンチ入りをしなかったということで、うん、このまま退任の可能性があるんじゃないかと。難しいですね。よくあることなんですかね、こういうのは。なかなかない。なかなかないとは思うんですけど、ちょっとこう、まあ、ファーストステージチャンピオンになりまして、はい、セカンドステージ始まってからちょっとこうチームの調子が出なかったというところ で、 そ、 で、ね、まあ、その中でちょっとこう、ね、あの金崎選手が、まあ、あるゲームで交代した時に、うん、金崎選手ちょっとこう不満をそうです、ね、まあ、表現したというか、はい、そういうところでちょっとこうバタバタっとしたかなというところだったんですけども、チーム内のやっぱあれも大事ですもんね。はい、いや大事でしょ、チームでやってはるんでしょ。そうです、もう大チームです。大チームですもんね。こんないっぱいいますんで、メンバーがで、ね、いっぱいいますもんね。めちゃくちゃいます。大事です本当に。だから、まあ、ちょっとそれはそれぞれの人で不満ももちろんあったりはするんでしょうけど、でまあ、お互い気を使いつつも、うん、まあ、言いたいことは言いつつも、あ、それ大事ですよね。だから その不満あるときにこうそれぞれが我慢してずっと我慢してたらストレスが、うん、そうです、それがやめるのにつながっちゃいますもん。あ、でしょ。だからやっぱりちょっと不満はある程度やっぱりちょっと出していって、私もっとこうしたいんです、上手に出すのが大事ですよね。おー、なるほどね。あのさりげなく、うん、なんか吹き込む感じ。さりげなく、だからなんか言われた方もあれなんかなんか言ったねっていうぐらいの感じの方がいいってことですね。なんかできたらでいいんですけどぐらいの。でも気持ち的にはおいおいこれっていうぐらいの気持ちだけど、はい、っていうオーラを出しつつも言葉は優しく、うん、あ、できればでいいんですけど今度コーストいただけませんかぐらいで。めちゃめちゃ大人ですね。それがいいですよね、やっぱり。それが成功します。でもほらそういうメンバーばっかりじゃない、こんな話ばっかりしてごめんね。そういうメンバーばっかりじゃないでしょ、中にはちょっと映画にしてよっていう。あ、まあもちろんいますけど、うん、でもやっぱこっちの生き方の方が上手にいけます。あ、なるほど。それは人それぞれやもんね。そうですね。
そういうガーンって言う人もおるし、もちろん大事です、そういう人。サラーって言う人もおるし、うん、ずっと我慢してる子もいるでしょ。寝込んじゃう人もいますし。ああ、でもそれがこう集団でやっていくっていう。あるんでしょうね、やっぱり。同じですよね。もちろんどのチームにも多かれ少なかれ、うん、その選手はもちろん自分の 100% やりたいこともあるけど、抑えないといけないこともありますし、それぞれに我慢もしてやってるわけですけど、それはでもチームが勝つために、だから言うたら AKB だったらそのみんなに喜んでもらうために我慢したりするわけでしょ、うんうんうん、はい、だそういうことですよ。こっちのが正しいっていうのも受け入れることも大事だし、うん、違うと思ったら言うことも大事ですね。それはでも目標があるから、お客さんに喜んでもらうっていうためにある意味喧嘩したりもするわけでしょ、うん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 、だからそういうのはサッカーのチームでもサポーターに喜んでもらうために、うんうんうん、こう監督も選手も同じ方向を向いてるわけですから、はい、たまにはこう喧嘩して衝突して、でまたいいものが生み出されるってことももちろんありますから。そうですよね、はい、なんかめっちゃ深いですねそう でもサッカーってそういうことですよ。サッカー見ながらこうなんか自分の人生とか生活にこう当てはめて、うん、あ、私だったらああするなとか、ああしたらうまくいくんだなとか、そういうことをやっぱりちょっと考えてみると、うん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 、またちょっと面白さが、確かにシュート入っただけじゃなくて新しい楽しみ方もあります、ね、もうそういう楽しみ方はどんどんしてください。いやいや、こちらこそいや僕逆に勉強になりました。あ、そうか、さらさらって言った方がいいんですよ、不満は。いいんです、本当。薄く伸ばす感じ、薄く伸ばしていきましょう。僕普段は全然出さないです。出さないから、出す時に濃いめに出てしまうんですよね。ああ、出す時に出すから濃いめに出てしまうんですよ。あ、じゃあそれをやっぱもっとまんべんなく、あの食パンに塗るバターぐらいの薄さで、でじわじわ溶け込む感じ。はい、あのね、僕ね、焼くのがね、あの火があんま熱くないんでね、うまいこと広がらないパターン広がっていかないですよね、綺麗に。それはもうその前の話ですけど、うん、まあそうですね、上手に焼いていただいて、あ、まず焼くこと、しっかりと土台が大事ですね、はい、いい温度で焼けば綺麗にこう、はい、いくわけよ。わ、深いな、深いですね、深い、本当深い勉強になります、本当に。こちらこそです、ありがとうございますそれではですね、今節の活躍からフットボールチャンネル編集部が選んだベスト11を見ていきましょう。はいはい、こちらになります、うん、今節では5人が初選出となっています、うん、平畑さんが気になる選手はいらっしゃいますか。まあいっぱいいますけどね、うん、どうですかね、まあ、例えばそのディフェンスラインで言いますと、中央にいます山本選手、甲府ですけども、はい、まあ、ちょっと今シーズン怪我も多かったですけど、うんうんうん、やっぱりこの選手が出ると違うなっていうのがはっきり分かりますね。あのこう後方から出るパスの質といいますか、うんうんうん、クオリティが本当に高くて、やっぱりこの人の存在大きいなという。あと中川選手ですね、155センチ。え155センチです、中川選手。え何センチですか。160あります。中川選手155センチです。わあ小柄ですね。小柄どころじゃないんですけどでもその校長レイソンの中にあって、この選手の役割っていうのすごく大きくて、小さいんですけども、小さいようにこう狭いところでボールを受けて、大柄の選手に囲まれてもこうスイスイとかわしてボールを出すという。注目ですよ、中川選手。長友さんみたいな。でも、まあ、でももっと小さいですからね。そっか、うん、で攻撃の選手なので、すごいですね。すごい選手なので、こういう選手もだから、そういう見方するとまた面白いでしょ。自分より小さい選手があんな J リーグでプレーしてるんだっていうね、うん、新しい発見がいっぱいですね。長澤選手は192センチですからね。それはそれでもすごい強みですもんね。面白いです、だからサッカーって面白いですね、うん、192センチの選手もこうやって MVP に選ばれるけど、155センチの選手も選ばれるという。こういう面白い、すごいこういう面白さもありますよ。ありがとうございます。はい、さあこの中からですね、選出された MVP を発表します。 J1 セカンドステージ第10節 MVP は、うん、じゃん、柏レイソルのディエゴ・オリベイラ選手です。イエイ、おめでとうございます。ディエゴ・オリベイラ選手は首位の川崎フロンターレを相手にハットトリックを決める活躍を、うん、でハットトリックを決める活躍で勝利に貢献しました、うん、この選手は、まあ、今シーズンから柏レイソルでプレーしてるんですけど、
なんかどん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 こうチームにフィットしていってるなというか、うんうん、だからもうなんか時が経つにつれてさらに良くなっていくのかなという。だとまあクリスティアーノ選手というのはもうまた入りまして、はい、うんうん、この関係もいいですからさらに楽しみですね、はいはい、では今後の活躍にも期待しましょう。以上今週の J リーグ MVP 発表でした。Fチャン TV